近っ、はい、すげえシフト剛性感これやば、遊びないじゃないですか、うん、あいえで、ステアリングフィール、あのすげえクイックじゃないんですけど、ファーステがないからかダイレクト感すげえ感じます。ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただく車がロータスエリーゼスペシャルカラーエディション2020年式4000キロこちらの車両になります。最初に白状していいですか、はい、あの今回は紹介できないです私も扱っていながら、はい、これ詳しい方っていうのはなかなか少ないんじゃないかと。そうですね、はい、まあ変態の部類に入るんじゃないですかね。決してこう身近な車って言えないじゃないですか。そうですね、で僕もすごく興味があるところなんですけど、うん、あんまり調べたことなかったんで今回調べて結構びっくりしました、うん、ただ一夜漬けなんで、はい、多分全然足りないところもあると思いますし、そうですね、まあ、間違ってるところもたくさんあると思うんで、うん、まあ、詳しい方いたらいろいろご指摘いただいて、はい、コメントで全部ちょっと紹介っていう風にさせていただければと思います、はい、で今回紹介させていただくのが、2020年式ということでもう本当にモデル末期の車なんです、うん、そうですね、はい、なんか去年21年にもう最終になって、うん、次方のエミーラでしたっけにバトンタッチしたということで、はい、もうこれ本当に最後の最後なんで、あの価格見た時にこれ二度見しました。そうですね、はい、プレミアついちゃってます。だいぶプレミアっすね。そうですね、はい、ただ内容を見たらあのプレミアでちょっとその価格が上がるっていうのも納得しました、うん、なんでちょっと今回その辺も触れていきたいと思います。でまず今回スペシャルカラーエディションということなんですけど、はい、これが各8色5台ずつ出た車と、うん、いうことで、あの通常選べない色で全部こうなってるんですよね、うん、でこれあのちょっとインサート入れていきたいと思いますけど、結構カラフルなんですよね。そうですね、どれも結構イエローとかブルーとかで、この後見ていただけますけど内装なんかも全部それに合わせたカラーになってるということで、うん、もうめちゃくちゃ目立たないですか。そうですね、なんかバッタみたいな顔してますけどね本当ですね、はい、なんかちょっと昆虫っぽい感じになってますけど、はいはい、で今回ご紹介させていただくのがアイソトープグリーンということで、うん、これグリーンなんですね。そうですね、グリーン車ずいぶん明るいですよね、うん、でちょっとパールが少し入ってるんですかね、うん、ちょっとこのかなり鮮やかな、でもこのコンパクトスーパースポーツにめちゃめちゃ似合ってますね、うん、なんかいいと思います。なんかポルシェのすごくこう発色いいカラー、うん、GT 系のあれとなんか同じノリを感じます、うん、ロータス あのイエローとグリーンをこう混ぜるとこんな色になる。あ、はい、めちゃめちゃプラス思考じゃないですか、はいはい、確かにちょっと同じ黄色系緑、まあ、系で合ってるんで、はい、非常にまとまりがいい感じもします。でこれが5台しか存在しないんですよね、うん、でしかも日本向けであの作られているその限定車なんで、はい、まあ、基本的に5台しか存在しないという、うん、もうスペシャルの車。そしてあとは顔つきがこれ25年作ってる車じゃ、うん、作ってた車じゃないですか。あの僕全然知らなかったですけどフェーズ1フェーズ2フェーズ3って言って、そうですね、はい、あの基本的なもの変わらず、うん、だんだんこう進化していって、うん、顔なんかも3つ世代がある、うん、でこれ最初なんで当然一番最後の全部一体になってるやつですよね、はい、でそれまでこう丸め2灯だったり、うん、縦長ライト2灯だったり、これ最後のフェーズ3だいぶかっこよくないですか。うん、いいと思います。最初初代のはなんかずんぐりしてたというか顔がちょっと個性的だったんですよね、うん、でなんか顔だけで言うと決して速そうに見えないというか、うん、これなんかすごく速そうな感じ、うん、であとはもう全体これアルミと FRP のお化けなんですよ、うん、もう至る所にアルミを使ってるという、はい、でもう本当にフェーズ1の初期初期のやつってなんかブレーキのローターまでアルミだったんですよ、うん、なんかエンジンベイとかなんかもうナックルとかまで全部アルミだったっていう。でさすがにちょっとその現代にこう行くにつれてそのアルミの使用率ってだんだん下がってきてるらしいんですけど、うん、それでも基本のところとか外装とかっていうのはもうすごいそのアルミとか FRP の軽量なものを使われてる。でも車じゃないですよね。そうですね、はい、なんか なんて言えばいいですかね本当に公道を走れるレーシングカーみたいな、うん、でとりあえずなんかこう保安部品つけましたっていうそんな感じですよね。四輪のバイクみたいな感じですよね。いやいや本当にそんな感じです、うん、なんでもうとにかく車もちっちゃいで寸法的なものでいくとなんと全長が3800、はい、全幅が1720、はい、そして全高の方が1130ということで、うん、あのつい最近ウラカンで1200くる切る車はやばいんですよとか言ってたんですけど優位に切ってくるというそして幅も1700ですから、うん、もう普段ミニ大きくなったっすねとかちっちゃいですねとか言ってますけど、はい、もう全然比にならない。そうですね、はい、
もうこのサイズ感っていうのはもう全然持ってても邪魔にならない、うんうん、もうちょっと試しに遊びで買ってみるかとか置いといてみるかって言ってももう結構いけちゃう。置き場に困らない、はい、ただ1個見ていくとすごい造形してますよね、うん、バンパーもそうだしボンネットこれなんすか。そうですね、これちょっと雨とか心配になっちゃうぐらい、はい、こんな感じの、はい、ラジエーターのコアが丸見えですけど、うん、こんな感じの。そしてワイパーも1本なんですよ。ワンアームですね、はい、昔それこそ僕はあのホンダの車でちょっとその走り回るのが流行ってた20年ぐらい前にあの2本ワイパーの車を1本ワイパーに改造してとかありましたけど、はい、ちなみに私も最初乗ってたミニは大改造でやりましたよ、ね、ワンアームにしました、はいはい、それが元からワンアームのこれ、はい、でっかいやつ。これちょっと拭き取り範囲ちょっと気になります、ね、うん、ちょっとなかなかあの商品車とか試乗車だとワイパー動かしたりする機会っていうのはないと思うんですけど、はい、まあでも基本的には作動範囲は、うん、はい、十分フォローして後で動かしてみましょうかね、はいはい、そしてあとは早速横に回っていきましょうか。で今回はまあ限定車ってことでこの色に目が行きがちですけど、まあ、いろんなところが黒くなるパッケージがついてきたりとか、はい、あとホイールも通常、10本スポークのところ12本スポークのこれ鋳造なんですね、うん、で意外や意外なんかこの突き詰めた車なんで単造ホイール当然のように入ってくるかなと思ったんですよ。じゃあ意外に鋳造ということで、でももうこのサイズなんで、そうですね、そこかなっていう、うん、でなんかロータスってなんか価格がちょっと謎じゃないですか、うんうん、なんかこう見ればまあまあまあって感じですけど、そうですね、こう細かく見ていくとなるほどみたいなところですけどね。で高いのか安いのかパッと見で分かんないじゃないですか、はい、よく分かんないでもこの車って意外に新車の価格は安いというか、うんうん、だから手の届くスーパースポーツなんて言われてたり、はい、まあ、その辺もあるのかなっていうことで、まあ、単造じゃないんですけど、うん、軽量の12本スポークのこちらのホイールで、ホイール16っすよ、うん、サイズの方が1955016っていうことで、最近だとなんかもう RS7 とか21でしたっけ22でしたっけ、そうですね、はい、なんかを紹介してる中で16インチということで、うん、でタイヤも横浜のアドバンスポーツ純正で履いてるんですかね。そうですね、これいいっすね。あとはなんか消耗品が安そう、うん、タイヤもそうだしブレーキパッドとかもそうだし、でちょっと気になる乗り味なんかはこの後乗ってみたいと思います。でキャリパーこれフロントが AP レーシングなんですね、はい、でローターもなんかすごいちっちゃいですけど、車がめちゃくちゃ軽いってことで、うん、なんと900キロ台だから感覚的には軽自動車よりちょっと重いぐらいですよ、はい、ワゴン R が800キロぐらいですもんね、うん、それになんかもうとんでもないエンジン乗せてこのボディってやばくないですか。まあ、今でいう安全装備みたいなのがもうほとんどついてない車なんですよね。そうですね、はい、もう本当にそぎ落とした車ってことで、はい、そしてサスペンションの方も今回ノーマルですけどもう純正でアイバッハのスプリングとビルスタインのショックが入ってるんですよ、うん、だから本当になんかこういろんなこう一流メーカーのパーツを組み込んで車の形にしてるっていうそんな感じですよ。そうですね、はい、ではもちろんこのままサーキットでも通用できるし、うん、まあ、いじるってあんまりないんですかね。うん、どうなんですかね、知る人いるのかな分かんないですけどちょっとでも触ってみたいなっていうのを思いました、うん、はい、こんな感じの足元になってた。そしてあとはこのエリーゼのロゴが入ってる一体型のウィンカーと、ちょっとこういう色気もあるんですね、うん、なんか本当にあのフェラーリみたいなちっちゃいウインカーとかで済ませるのかなと思いきや、そうね、フェーズ3に関してはちょっとこの色気も、あとはこのボディの造形えぐくないですか、うん、本当にくびれ方ね、はい、サイズこそちっちゃいですけど、うん、なんかマクラーレンとかフェラーリみたいなあのぐらいのなんかこう造形を感じます、うん、で今回なんかこのサイドスカートというか、はい、スプリッターが足されてるってことで、はい、これ社外品ですよね。そうなのかな、おそらくカタログ載ってないんで、はい、社外品だと思うんです。こちらもスーツです。あとミラーも手動ですよね、うん、手動です。あ、手動です、はい、手動です、はい、そういう余計なものは一切ついてないと、はい、でいらない気がします、うん、ボディもちっちゃいですし、はい、もうそもそもこの後見てもらいますけど、どう開けるのはこれですからね、はい、これということで。そしてあとはリアに回っていくと、リアは結構なんかこうどっしりしてる感じ、うん、しっかりしてる感じあります。でフェンダーもすごく出てて、そしてリアに関しては225-4517ってことで1インチアップしてるんですね、うん、もうこれもうスーパーカーの履き方じゃないですか。そうですね、1インチアップ、このサイズの車がこういう履き方するとはね。でも車重と馬力とって考えたら225ってかなりいいところなのかなっていう、うん、もうそれこそこれ以上太くてもなんかちょっとおかしいし、うん、細くてもあれなんで、まあ、絶妙なところなんで、ちょっとでリアは
ブレンボなんですよね、うん、パッドもそうだしキャリパーもなんか資料見たらブレンボ製ということで、あんまりなかなかフロントドリアでメーカー違うってあんまないじゃないですか。聞かないですよね、うん、なんか本当にオプションでフロントだけオプションがあって、うん、フロントだけあのブレンボになるとかっていうのは分かりますけど、うん、全然バラバラのフロントで花から合わせる気すらないという、うん、この辺もちょっと聞き具合なんかもあの確認してみたいと思います。そしてサスペンションの方は両方ダブルウィッシュボーンということで、うん、めっちゃこれ変わってますね。普通なんかもうコンパクトとかっていうともうちょっと簡単な足回りとかですね、はい、してきますけど、まあ、基本的に前後ダブルウィッシュボーンということで、そして後ろに回っていくと後ろも最終型のこのフェーズ3でちょっとあの変わったみたいですね。でいろんなところでは丸め2頭から1頭1頭の2頭だから4頭から2頭になったんですよって書いてあったのが多かったんですけど、あれこれ4頭から変わってないですよね。そうですね、はい、あのサイズがちっちゃくなって透明になっただけじゃないかっていう、はい、ただまあ1頭1頭の2頭にもまあ見えなくはないこんな感じ であとはエンブレムがなんかステッカーになってるってことで、うん、これが 6g だっけなの軽量化らしいですよ別名コストダウンっていう、はいはい、はどっちかわからない。そうですね、はいはい、でこの辺もそしてリアのディフューザーもすごくないですか、うん、この張り出たデザインとこの本気のディフューザーで下覗くと思いっきりフラットですからね。やばそもそもあのロータス あの立ち上げた人チャップマンという人が、うん、あの F1 の あのグランドエフェクトを開発した人なんですよね、うんうん、要はあの飛んでる飛行機を見てあれ飛行機ってなんで飛んでるんだとこの上に上がっていく力の方が強いから進行方向よりかも上に上がっていく力の方が強いからこう、うん、飛んでられる。だそれじゃあひっくり返したらこれ地面に貼り付けんじゃねえのって言うんで始めたんですよね、うん、でそのぐらいあのグランドエフェクトの父なんで、まあ、そこの流れもちょっと引き継いでるのかなっていうのをちょっと感じるエクステリア。であと他の車じゃあんまりあの紹介してないですけど給油口ってこれなんですか、はい、これってそのまんま鍵開けて、うん、僕もあのロータスお客様で乗られてる方とかいましたけどなかなかこう給油した経験はないんでどうぞ開けてみますちょっと、はい、そうですねせっかくなんでね。これじゃあ給油の時鍵渡してるんですよ。あれこれどうやって回すんですか。これ違う鍵じゃないですか。給油用のこれしかないよね。あ、開いた。失礼します。はい。はい。すみません。あ、これごと取れるんですね。知らなかった。これどうすればいいですかじゃあ。あの計量器のところにそれを置いておく感じじゃないですかね。で入れると。ただここちょっと心配ですね。うん、そうですね。ちょっと心配ですね。結構出てるし。うん、ベロみたいなのこう、はい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 、ミニ、オールドミニで買ったやつだと、よだれかけみたいな。あとこれのダミーもいろいろ流行ったよね。ああ、流行りましたね。はい、ただこれ一緒に取れるんで、はい、あの蓋し忘れはないかな。そうですね。はい。まあ、鍵抜かないとこんな傾向になっております。はい、さあ続いて内装紹介の前に、はい、あの基本的に全部このタルガトップ、うん、基本的にこの全部タルガというべきか。はい。この形のルーフなんですよ、ね、うん、でこの車こう巻き取ってルーフが取れるってことなんで、そうですね、ちょっと内装いかんせん狭すぎて取れないんで先にこの屋根の取り方をちょっと見てみたいと思います。これどうすればいいんですか。このはい、よいしょ、ピラー代わりになってるこの柱を、はい、1個抜いて、あ、あ、そういうことですか。そうっす。で、よいしょ、こっち側が取れないです。あ、取れた、うん、で、あとはくるくるっと巻いてしまえば、超原始的じゃないですかこれだってこれ、はい、こうなってるだけですよ。そうそうそう、わかります。これこの棒がバレでそれで引っかかってると、で、回収すると、で、で、これがトランクにしまっとけるんですよね、うん、マジっすか。グイッとマジですか知らなかった、はい、こんな感じで、だから一人でも全然取り外そうと思えば、まあ、全然できます、ね、できるかな、はい、ただこれ急に降ってきちゃった時は忙しいですね、うん、あたたたたた車止めてやばいやばいやばい骨組みやってっていう、はい、まあちょっとこんな感じのルーフになっております、はい、じゃあ続いて内装見てみたいと思います、はい、でこれ開けるのがこのボタンを押すんですね、うん、なんかしばらくぶりに見ましたよこういうので、しかもこれ女性の方無理じゃないですか。
なかなかね、爪をちゃんとお手入れされてる方なんかは、ね、もうこういう手じゃないとで子供を押せないですよね、うん、まあ、ちょっと子供乗る車じゃないですけど、そうですね、はい、まあそういう時はお父さんがエスコートしてあげればいいと思います、はい、そしてドアもなんか本当にこれスポッて抜けんでしたっけ、あ、スポッて抜けないんだ、うん、あれスポッて抜けんじゃなかったでしたっけ、確かこれなんか整備の時になんかスポッて抜ける気がしたな、このドアのヒンジご覧ください、ああこれもうこのアルミの一体 のそしてこのレズナの調整もシムを入れてるだけというでそれがこっちのドアに、これ確か棒があってなんかスポッてなってた気がするんだよな、ちょっとごめんなさい間違ってたら、はい、詳しい方教えていただけると助かります。そしてドアから見ていきましょうか、ドア結構僕お客様でフェーズ2かな乗られてるお客様いて、ちょっともう記憶に詳しくどうなってたか覚えてないんですけど、うん、今改めて見たらフェーズ3結構トリムついてるって、うん、そうですよね、しっかりと、で資料を見てもなんか歴代一番トリムがついてる、うん、最終型のこの、仕様の車の場合なんで、一応レザーで、これステッチめっちゃおしゃれですね、うん、なんか必要な装備一切つけないのに必要じゃないこうおしゃれ装備はで乗り込んだ時に分かるんですけど、これが効いてる、あーなるほど、ここ掴むんですね、そうなるほど、でもじゃあ個体によってはここなんか擦れてたり傷ついてるあかもしれないね、多そうじゃないですか、うんうん、で今回4000キロでかなり状態いいんで、この辺なんかの使用感もほとんどない、そして全部表からだって止まってんすよ、はい、どうやってバラすんですかとか必要ないそしてパワーウィンドウ、パワーウィンドウついてるんですよ、ついてますね、さすがに手巻きじゃないんですよ、はい、でここだけモケットになってると、うん、そして中に行くとこのサイドシールのところが、これちょっと大きな範囲レザーでステッチも入ってて、うん、でステッチもよく見ると結構曲がってんすよね、うん、だ本当に手作り、だこれ量産ができないんですね、そもそもこの車って、うん、あの機械での大量生産が、だ職人さんのちょっと手作りが見える、そしてシートとかインパネなんかもめっちゃかっこいいじゃないですか、うん、ちゃんとこうベルトホールのあるフルバケ、これリクライニングはもちろん一切できないですよね、できないですねこのタイプ、はい、でロータスのエンブレム、エンブレムというかロータスロゴが刺繍されてて、でステッチもなんかそんなすごく凝った感じじゃない縦横のステッチですけど、これなんかちょっとクラシックな雰囲気もありつつ、うん、いい感じです。そしてポジションが低い、地面じゃないですか、地べたでほぼほぼアンコがない感じなんで、座ると地べたになんか座椅子の座椅子引いて座ったぐらいの温泉旅館のあの椅子ですよねだって床とお尻の高さほぼ一緒っすよ。で床にはいろいろそのアルミの骨格のところが見える、だからサイドシェルの内側とかもうしっかり見える、このバスタブフレームってやつですね、これすごいっすね、風呂窯みたいな、はい、アルミ、もうだから本当にそういうバスタブに座ってるっていう感覚ですよね、うん、で前後にエンジンとタイヤがついてるって、うん、でダッシュボードも結構レザー対応されてて、ステッチも効いてて、 でインパネもフェーズ3で、フェーズによってちょっと違うんですけどフェーズ3で結構洗練されたっていろいろ書いてありました。あとステアリングなんかも、フェーズによってちょっと違うみたいなんですけど、3が一番太いとかって書いてあるのが一番多かったんですけど、あとエアバッグがついたりとか、であとモード切り替えのボタンなんかが右側に移設されてたり、でメーターは非常にコンパクトですけども見やすい目、そうですね、はい、なんかプレートもありますけどね、はい、なんかその組み立てた人の名前が、うん、製造担当者のサインが、はい、AMG のようですね、ワンマンワンエンジンならぬワンマンワンカーということで、はい、これが入ってると。そして今回の車はナビオーディオとあとレーダー探知機がついてるんですかね、あとバックカメラも、あバックカメラもついてるんですね、これはついてます、はい、快適装備がかなり充実してると、うん、でエアコンもフェーズ3ついてるんですよね、はい、だからもうすごくスパルタンなんですけど、まあ、最低限の欲しいところはついてるから、ね、確かにエアコンついてないと乗れないですからね、うん、いくらエアで開けても。そしてあとはシフト、はい、これもフェーズ3でガラッと変わったっていうところで、これあの軽量化にもなってるらしいですよ、むき出しで、あとはでもこのシフトの車ってむき出しの車ってもうハイパーカーじゃないですか、うん、スーパーカーでもメカむき出しってそうないですよ、スポーツカーではないよね、ないですよね、ちょっと演出も憎いなっていう、うん、
そしてペダルなんかもちょっとこの辺操作性も含めてこの後ちょっと乗ってみたいと思います。そうですね、はい、すごい。じゃ続いてエンジンルーム&トランクをちょっと見てみたいと思います、はい、で開けるのがこの助手席側のこのレバーなんですね、うん、はい、開けると、あ、今ちょっとあの話それていいですか、これ接着剤はみ出してるじゃないですか、うん、見えた、はい、そう、これアルミとアルミのその接合がリベットとか溶接じゃないんですよね、全部接着剤つけてるという、うん、でその接着剤が垣間見えるという、でそのおかげでなんかすごい剛性と軽量化につながってるらしいです、うん、こんなの見えちゃうんですね。そしてそのままトランクに行くと、これ棒とかないんですか、あ、棒ありますね、失礼しました、あのロータス初心者なもので、でここかですね、え、これ裏側も全部あれじゃないですか、うん、研いであるんじゃないですか、うん、塗装一応ね、ちょっとあの某国産車とかあのボンネットの裏塗ってねっつって結構ザワザワしたりしましたけど、もう必要ないはずのところもしっかり塗ってあるということで、うん、でまずどっちから行きましょう、トランクから行きましょうか、はい、でトランクの方が、一応112リッターということで意外に数字で見ると大きい、うん、ただスペース的なものでいくと今このボディカバーですかね、そうですね、はい、が入ってこれでパンパンで深さ1回出しましょうか、1回出しましょうかね、はい、ああ意外に、そして奥が結構ありますね、こっち側とか、うん、こっち側もあるけどもまあ入れづらい、ね、ただ開口部が狭いんで、うん、まあ、112リッターって数字だけ聞くとまあまあまあって感じですけど、意外にこう使い勝手はやっぱり良くないかな、うん、なんで先ほど見ていただいたようにボディカバー入れたりとか、あと一応屋根がここに入るっていう設計なんですよね、うん、ただまあ日常ちょっと出かけてなんかちょっと買い物ぐらいだったらまあまあ行けちゃうのかなっていう気がしました。日常買い物ってこの車っていや僕これで行きますよスーパー全然行きますよ、はい、あ、そうか、これダメっすよね、生物、うんうん、ダメじゃないですか、さすがに遮熱はそれほどは、そうっすよね、卵買ったら家買ったらゆで卵になってですね、うん、はい、でもあのお弁当とかだら入れとけば逆に保温できるっていうそして続きましてエンジンルームの方が、一応トヨタ製の 1.8 リッター4気筒、うん、こちらが、搭載されているということで、ただこれトヨタのそのベースとなっているのはカローラとかに積まれてる、ね、はい、2GR っていうんですか、うん、2ZR このエンジンなんですけど、一応それがチューニングされてて、アメリカ製のマグナソン製スーパーチャージャー、うん、であとロータス製の ECU、ね、要はエンジンマネジメントシステムで、はい、コントロールされていると、なんで馬力の方がなんと220馬力ということで、うん、確かベースのエンジンの方が100馬力ちょっとですよね、120ぐらいですかね、馬力ですよね、確か、はい、それが、220馬力、うん、トルク250ニュートンマックス7000回転ということで、まあ、超高回転とは言わないですけど、うん、まあ、ベースのエンジンからしたら信じられない、そうですね、出方と高出力エンジンになってるなという、うん、そして一応0100の方が 4.6 秒、うん、これもしかしたらなんですけど、あの新車の価格で言ったら一番こうコスパがいいというか、うん、速さで言ったら、うん、っていうのはちょっと思いました、うん、だって 4.6 秒の車買うって言ったら結構な金額の車買わないと、そうですね、はい、なかなか無理ですよね、うん、で一応マックス233キロということで、うん、ちょっとこのサイズとこの側で200オーバーは怖い気もしますけど、うんうん、一応能力的にはそんな感じになってるそうです。続いて店頭周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。行きましょう、はい、ちょっと月山さん、まずいいですか、はい、あの乗り方があの何回か乗らせていただいたことがあるんですけど、はい、正解がわからないです。ケツから、はい、ケツから行くのか、お尻から行ったらでも
ちょっとこれ高すぎていけないじゃないですか。先に1本入れてって言ってもこのスペースに入れつつそうですね、お尻を入れつつこっちをだから思ったんですけど、この体勢以外はあんまり考慮されてない、うんうん、乗りやすさとか、うん、どうこうっていう。ただフェーズ3で開口部が1センチだけでっかくなったってなんか書いてありました乗り込みやすくなったって書いてありました、うん、あと今回屋根はあのつけないでいきましょう、はい、あのここの静粛性を語ってもしょうがないから。そうですね、はい、あと思ったんですけど、もうそもそも屋根ない前提なんだなっていう、うん、ただの雨よけだっすよね、うん、はい、今回は屋根なしでいきます。お願いします、はい、そしてこのメーターがこのチカチカしちゃうやつ、うん、オキュラスクエストのマークみたいな知らないっすよね、うん、これになっちゃうとあれなんですよね、あの盗難防止が効いてかかんないですよね。だから多分キーレスで一回解除ボタンを押して、はいはい、キー回して、でしかもキー奥まで回せんじゃないですか、うん、S2000 と一緒ですね。そうね、キー回して S2000 そうじゃないですか、うん、スタートボタンあるのにキー回すんですよね、うん、それと同じ感じ、はい、でかかる、はい、では最初からスポーツをしてくださいですか、うん、これってどこにインジケートされるの。覚えてます。あ、出た、はい、嘘です、ちゃんと最初はそのままいきます近っ、はい、近っ今シフト操作しようと思ったら月村さんとの異常な近さにびっくりしましたこれあのモータースポーツ嫌いな方じゃなければあの女性の方とお付きお近づきになりますねこれ、はい、すげえ近いっすよなかなか私生活で他の人とここまで、ね、この距離感で座ってないっすよね、はい、食事の時でもうちょっと離れてますよね。すげえシフト剛性感これ、ね、やば、遊びないじゃないですか、うん、本当に機械。うわ、そしてパースで当然ないってことなんですけど、はい、あのそんなに苦にならないです、うん、その代わりステアリングフィールは、あ、でもそんなに超ダイレクトで、これ どうやってやるんですか、はい、うん、あ、ここがバックか、そう、はい、これ引きながらね、バックはね、失礼しました、ロータス初心者なんで、はい、ステアリングフィールはそんなに超クイックじゃないです、うん、全然全然ポルシェとかマクラーレンの方がもっとクイックな気がします、うん、意外や意外ミッションもそうだしシフトも乗りやすい、うん、もっとなんかピーキーで扱いにくいの想像してたんですけど全然普通に乗れますね、うん、繋がりも悪くないしね、はい、うん、そうそうそう、ハンクラも普通にあるし、うんうん、うわすごい、でもこれ車感覚運転してる感覚じゃないですね足も硬いですけどよく動く、うん、めっちゃよく動く、だから全然低速、今はそれこそ40、30キロちょっとぐらいですけど、うん、全然それでも、もうなんかすごくレーシーな車って、うん、ごくごく低速ってちょっとギクシャクしちゃうじゃないですか、うん、そんな感じないですよ。で、低回転でも音めっちゃいい、うん、これ本当にトヨタのエンジンですかっていうぐらい、そうね、で、2速で100キロぐらい出るらしいですよ、うん、いやマジこれバイクだあーでブレーキは結構あれっすね、そうだね、奥まで効かないやつですね、うん、手前の3分の1ぐらいまではスーッといっちゃうっすね、うん、3分の2ぐらいからなんか徐々に効き始める感じ、押収車みたいな最初のあのもうパッドがなんかローターについた瞬間に減速始める感じじゃないですか、ね、うん、早い、これはでもすごい、本当にバイク、うん、しかも途中からの吹き上がり半端じゃないですか、ね、伸びていくよね、超気持ちいい、だから回したくなるよね、そうですね、うん、しかもトルクもすげえあるんですよ、うん、2000回転ぐらいでも全然シフト移さなくてもそのまま加速していけるぐらい、でステアリングフィールあのすげえクイックじゃないんですけど、うん、パーステがないからか、うん、ダイレクト感すげえ感じます、うん、であとウィンカーの音がなんか一時期なかったんですか、うん、なんかそれ復活してすごく乗りやすくなったんですよ、へえ、早い回
じゃないですか、うん、多分140-150ぐらいで人間ブレーキがかかる気がしますこれちょっとあの多分スピード出したら怖い、うん、これでだから飛ばしてる人ってすごいなと思ってそうだね、気持ちいいで、意外に普通に乗れるんでびっくりしました、うん、でペダルはやっぱりすごくこうなってる感じしますね、うん、ちょうど本当にあの足の裏にあの四駆じゃないですけどあのフロントのこう車軸というか、うん、あるイメージ、うん、ちょうど足の裏ぐらいがなんかタイヤの本当に中心ぐらいになってるイメージ、うん、で車両感覚めっちゃ掴みやすいですよねこれ、すげえ、でステアリング太い太いって言われてるんですけど、ここちょっと太いですけど、うん、こっちめっちゃ細いですね、うん、これを太いって、まあ、はい、まあ、使いやすいよね、これを太いっていう人は BM の M のステアリングを一回握ってみてくださいここは確かにちょっと太いです、うん、そしてこのコブがあるんで、基本的にこう何ていうんですか、これの範囲なんでしょうね、想定してあるのは、うん、こう持ち替えたりとかまでは多分、うん、こっちメインで、気持ちいい、こんな気持ちいい車ないっすね音気持ちいいじゃないですか、うん、風気持ちいいじゃないですか、そう、ね、でこのシフトが気持ちいいんですよ、うんうんうん、決まった時のこの、うん、カコッて、あのちょっと普通の市販車にクイックシフト入れる日じゃないっすね、うん、そうだね、その入り方がこうカチッカチッってこう、そうですね、本当になんか精密機械みたいな、うん、工業機械をなんか操作してる感じしますよね、だって遊びないっすよ、うん、ベースだって全くぐらつかないっすよ、すげえなこれ、ふざけてますよいやこれはもっといていい気がします、うん、置き場と予算があれば、そうだね、ただ安全性に関してはあのハテナマークです、うん、ただ将来、近い将来、うわいいなって言われる車だよね、いや間違いないですよ、うん、でいろいろ読むのも読んだんですけど、あの結構2021年のタイミングで全部車種があのそっくり変わってるんですよ、うん、ミイラに、うん、それってなんかもともとこのエリーゼ、まあ、含めロータスの車って結構なんかいい、あのアメリカの安全基準満たさないから、うん、アメリカで販売できなかったらしいんですよ、うん、そうだね、でそれをグローバルモデルのエミーラー後継出して、うん、それで、まあ、アメリカとあと中国と、うん、その辺まで全部売れるようにっていう、だからもう車の作りがまるっきり変わっちゃったんですよね、うん、まあいい意味でも悪い意味でも、だから本当にそのイギリスのやりたいことが詰まった車は多分ここまでだと思うんですよ、うん、でもちろんこの後のやつっていうのはすごくバランス考えて、まあ、世界のいろんなところでいろんな人が乗るのを想定して作った車だから、多分ある程度そのスポーツ面だったりとかっていうのもある程度なんですか、ちょっと考え方変えていかないと、ね、まあちょっとマイルドにしないことには、でこれ自体もでも25年売ってるんで、うん、もう初期のやつと最終のこれで全然違う車って書いてありましたよ、うんうん、いろんなものが追加されてってだんだん重くなって、で扱いやすさも備わってきてっていう、すげー、このフェンダー見てくださいよこれこんなにほっこりしてるやつあります？いや大体ボンネットとフェンダーが平らでおおって感じですけど、そうだね、これに至っては、うん、とんでもなく出てますから、ね、マッハ号みたいな、ね、いや本当っすよね近く、低いところ走ってるっていうのが、うん、もうすぐ分かります、うん、乗って、だって最低地上高が13センチしかないらしいですよ、だ保安基準9センチじゃないですか、うん、もうギリギリじゃないですかもうこれすごい、これだからなんかちょっとその音うるさいとか風がとか、うん、巻き込みがとか、うん、違う車へどうぞって感じですよ、そうね、いやでも本当に近い将来ガソリンエンジンっていうのがもう本当に希少なものになってった時に、ましてやこのでその時にまだ 5000cc だ 6000cc だを持ってるのはちょっと引け目があるけど、
このエンジンだったら確かに、うん、そしてこの気持ちよさだったら本当にちょっとバイクに近いですよね、うん、感覚的に税金も安いし、うん、で燃費もだって超いいんですよこれ、うん、ワンタン砲でだって13キロぐらいと思って最近カメラマンは車を買い替えて買い替えてとか買い足して、うん、あまりの燃費の悪さにあの嘆いてました今ガソリン超高いじゃないですかそうだねいや燃費の悪さにびっくりしたんですよつってまあそらそうだろうなまあこれならねそうですねこの辺はクリアしつつもしっかり楽しめて、うん、で本当に余計なもの何もついてないですからね、うんまあ、初期の人から言わせれば、まあまあね、エアコンついてんでしょとかエアバッグついてんでしょっていう感じかもしれないですけどスポーツカーじゃねえよって現代社会においてそこは勘弁してくださいって感じですよ ねパワーウィンドウと、うんまあ、まあでも手巻きでも良かったですけどね僕そうね、まあ、いや意外にでも本当にごく低速でも乗れちゃいます、うん、そうなのよね、うん、意外にねいやこれなんか渋滞はまって苦になるかぐらいだとちょっと乗りたくなくなっちゃうじゃないですか、うん、いやそういう人いるかどうかわかんないですけど通勤でも使えるなと思います、うん、これぐらいあと壊れなそう、うん、トヨタって聞くとそうねわかんないですよわかんないですよロータス乗りの人から言わせると何言ってんだって言われちゃうかもしれないですけど僕のあの素人的な考えでいくとトヨタって聞くと大丈夫そう、うん、これいいっすねね、うん、ちっちゃいいやー欲しいなでもこれ買って帰ったらカミさんにぶっ飛ばされるのがもう容易に想像できます低いトラックの荷台より低いっすよありがとうございます、はい、いやこれマジで欲しいっす月村さんこれちょっと新車価格で売ってもらえませんか。そうだよね。本当それだったらね。はい、いやもう即買いますそう。どうにかちょっと社員割引で新車価格に。でもこれ買い取りの値段も高くなってるんですよね。うん、そう。残念ながら。いやこれ最初に買った人得だったな。そうだね。じゃあ最後になりますけれども。最高です、はいはい、最高なんですね最高です、はい、いやもちろんそのなかなかそのファミリーユースでっていうのもできないですし、うん、人乗せてっていうのもできないもう完全に趣味の車ですけど、うん、こんな車他にないなと思います、うん、でもう今後もうどこのメーカーも作ってこないし手に入らなくなる方にしか向かっていかない車ですからね、はい、なんで僕はもう完全に買っとけばよかったと思いました、うん、そうですね、はい、でちょっともちろんそのプレミアム価格になってるんで、うんまあ、なかなか、まあ、価格もいいお値段しますけれども、うんうん、まあまあ市場の価値もそれなりにあるのかなと、はい、そんな車になりますというわけで今回はロータスエリーゼスペシャルカラーエディションをご紹介させていただきました車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください最後までご視聴ありがとうございました